はい、どうも特攻庁です。というわけで特攻庁のマスメディアの新企画、診断の見方でございます。この動画はですね、特攻庁がポケモンカードのコレクター目線で診断の見どころを紹介していくというものでございます。プレイヤーとしてのコメントもいくつかあると思うんですけれども、それ以外にもイラストレーターに関するちょっとした豆知識なんかもご紹介できればと思います。診断が発売されましたらボックスの開封動画も公開予定でございます。お見逃しのないようにチャンネル登録だけお願いいたします。あとはこの動画面白かったよっていう方がいっぱいいらっしゃったら、次回以降もこの企画を継続する予定ですので、グッドボタンやコメント、あとツイッターなどの拡散も大歓迎でございます。あと私が言ったことに間違いがございましたらコメントなどでツッコミをお願いいたします。それでは早速ですけれども、診断の紹介に参りましょう。仰天のボルテッカー、2020年9月18日発売でございます。収録カードは100種類となっておりまして、キャッチコピーはピカチュウでポケカはさらに加速するというものでございます。 V スタートデッキとは異なる技を持ったピカチュウ V が収録されまして、またその進化系ピカチュウ V マックスも収録されております。ただ収録される特殊エネルギーはボッシュ水エネルギーやコーティング鋼エネルギー、そして草タイプや炎タイプなど他のタイプでも結構強力なカードが収録されるので、雷タイプ以外にも見どころの多い拡張パックとなっております。それではカードリストの方に移りましょう。まずは草タイプのポケモンですね。種棒、この花、ダーテングでございます。種棒やこの花は結構控えめな能力になっておりますけれども、この2枚のカード、前回収録されたのはデッグのカリスマでございまして、 B レギュレーションのカードとなっております。なので B レギュレーションのカードが使えなくなってしまうと、必然的にダーテングを使うためにはこの種棒とこの花を使っていくということになりそうです。種棒のイラストを手掛けたのは諏訪間千秋さん。この方は貼り絵のアーティストとしてご活躍されている方でございまして、特にポケモンカードの背景を描くときにそのスキルをうまく活かされているようなイラストレーターさんでございます。あとはなんとなく和風のニュアンスなんかもうまく取り入れていらっしゃるようなイラストレーターさんでございますね。で、続きましておつまみさんはデュエルマスターズのアートディレクションなどでよくご活躍されている方でございます。剣盾の環境になってからガラッと絵柄が変わったイラストレーターさんでございまして、三文環境までは結構 3DCG のようなグラデーションのかかったイラストをよく描かれてたんですけれども、剣盾になってからは切り絵のようなグラデーションがほとんど見受けられない 2D イラストにガラッと変わったというような印象がございますね。で、そしてこれらから進化いたしますのがダーテングでございます。特性天狗の替え玉がかなり強そうなんですよね。このポケモンがバトル場にいる限り、相手の手札にあるサポートの効果は全て自分の山札を3枚引くになると、相手のサポートを全てハウにしてしまうという、なんとも恐ろしい能力でございます。イラストを手掛けたウタさんは昨年リミックスバートでポケモンカードにデビューされたイラストレーターさんでございます。前回の伝説の鼓動に収録されたメガヤンマなんかはヤンヤンマとセットでシールド戦などで活躍しているんではないでしょうか。続きまして土人、鉄火人でございますね。こちらは関連する抜け人も一緒に見ていきましょう。まず鉄火人の特殊能力は空抜けでございます。土人からこの鉄火人に進化させた時に、自分の山札から抜け人を選び出してベンチに出すことができるというものでございます。この空抜けで出すことができる今回の抜け人がなかなか素晴らしい能力を持っていると。技命を絞るというものがついておりまして、相手のバトルポケモンの残りヒットポイントを10にしてしまうというものでございます。毒や火傷といったスリップダメージを与えることができれば、どれだけヒットポイントが高いポケモンでも一ターンで倒しきることができるポテンシャルを持っているというかなり素晴らしいポケモンでございます。特性抜け縛りというものがついておりまして、空抜けから出すことしかできないという能力になっているんですけれども、アローラベトベトンの科学の力などでこの特性を無視することもできそうですよね。残念ながら A レギのカードなのでスタンダードではこのコンボ使えなさそうですけれども、エクストラでもしかしたらものすごいデッキが作られてしまうかもしれないですね。まあそういった楽しみも残してほしいんで、できれば抜け人はエクストラでも禁止カードとかにならないようにちょっと祈っているところでございます。で、イラストレーターさんは鉄火人も抜き人もいずれも小宮智和さんが手掛けております。クレパスで描いたようなかなり下手馬な感じのイラストが特徴的なイラストレーターさんでございますね。特にフルアートのイラストですと、ムンクの叫びのコダックですとか、あと EV&カビゴのスペシャルアートなどをご担当された方でございます。で、続きましてメークルとゴーゴートでございますね。メークルのイラストをご担当されたのが鶴田さやさんというイラストレーターさんでございます。この方はポケモンセンターのグッズなども数多く手掛けている方なんですけれども、ポケモンカードのイラストの中に隠しモンスターボールが描かれているイラストレーターさんとしても有名ですね。
今回はメイクルとシママ2種類のカードをご担当されておりますので、隠しモンスターボールがどこに描かれているか探してみてはいかがでしょうか。続いてイオルブ V とイオルブ V マックスでございます。イオルブはトンボ返りの技を一つ持っているのと、あと相手のバトルポケモンについているエネルギーの数を参照するミステリーウェーブでございます。進化系のイオルブ V マックスも同じくエネルギーの数を参照する巨大ウェーブという技がついています。ですので炎タイプですとか水タイプですとかエネルギーをたくさんつけるタイプのデッキにはかなり強いカードなんじゃないかなっていうイメージですね。あとは特性開口線、これが相手のポケモン全員にそれぞれダメ感を1個乗せるという能力ついております。残念ながらこのポケモンがバトル場にいる時しか使えない特性なので、これがベンチからも使えるようだったら打点の調整とかもうちょっとうまく使えたんじゃないかなっていうちょっと惜しい感じがするカードですね。で続きまして炎タイプに参ります。人影リザードリザードン、なんかあれですよね、剣盾になってからリザードンめっちゃ押されてるからさ、この辺りの進化系列どれだけ収録されてるんだよって思っちゃったんですけれども、まあ実はよくよく見てみると人影とかリザードって剣盾になってから初めて拡張パックに収録されたんですよね。人影だけは一応プロモーションカードが収録されてるんですけれども、まあ進化系列揃い踏みになるのはまあ1年ぶりといったところでございますね。続きましてリザードンでございますね。こちらが仰天のボルテッカーに収録されているポケモンとトレーナーが同じイラストに描かれているシリーズでございます。リザードンはダンデと一緒に描かれておりまして、技の能力もそのダンデと関係するような能力になっております。まあ例えばダンデを使った後でキングブレイズを打つだけって考えてもニエネで180ダメージは見込めるわけです。弱点込みで360ダメージっていう風に考えますと、草タイプや鋼タイプのポケモンは震えて眠れっていう感じですね。でリザードンのイラストを手掛けたのは布施龍太さんというイラストレーターさんでございます。この方はモンスターハンターの漫画とかも描かれている方で、結構恐竜とか怪獣のイラストにかなり定評のあるイラストレーターさんでございますね。ポケモンカードですと電流 V とかピカチュウとか結構可愛いポケモンを描かれてるんですけれども、今回収録されているワルビアルですとか前回収録されたジガルデですとか、まあどちらかというと結構かっこいいポケモンを描くことが多いイラストレーターさんでございます。あとはサポートも少しだけ手掛けておりまして、霞カンナの SR なんかは有名かもしれないですね。で続きましてブースターでございますけれども、こちらは似たような特性を持っているシャワーズサンダースと合わせてご紹介させていただきましょう。それぞれが灼熱の目覚め、激流の目覚め、甚大の目覚めという特性を持っておりまして、メモリーカプセルというグッズを持たせることでブースターであれば草タイプ、シャワーズであれば炎タイプ、サンダースであれば水タイプの特性がそれぞれなくなるというものでございます。この特性がなくなる系の特性というのはどのポケモンの特性が優先されるのかっていうところも結構注目されるところなので、対戦で使われる際はちゃんとルールを確認した上で使っていきたいところですね。でこの3枚なんですけれども、似たようような特性を持っていながら技はかなり違うものがついております。まあこのあたりも単純一辺倒で同じ技をつけてしまうと、各タイプごとの得意不得意に合わせて平等ではなくなってしまうと、平等な技をつけたことによってかえって不平等な扱いになってしまうというカードゲームあるあるみたいな話があるんですけれども、今回のブースターシャワーズサンダースはそのあたりをうまく回避しているということなんだろうなと思うところでございます。まあでもあれですよね、炎も水も雷も結構エネルギーを集めるのが得意なタイプだと思うので、もういっそのことを全部3エネにしてしまって、その中でうまく調整していくとかしてみればもうちょっと面白かったんじゃないかなって思いますね。で、イラストレーターさんで注目したいのはやはりシャワーズですね。私が大好きなオルタージェネシスのクチートを手掛けた児玉さんがご担当されております。で続きましてマグマッグとマグカルゴなんですけれども、一応ちょっとこれマグカルゴだけイラストレーターさんご紹介させてください。福田正和さんという方がイラストを手掛けてるんですけれども、この方はポケモンスターシリーズのイラストをすべて手掛けた方でございます。最近昔のポケモンカードが結構高騰しているような影響もありまして、福田正和さんが手掛けたカードっていうのも徐々に高騰していっているところでございますけれども、まあそういったところで福田正和さん、ぜひともちょっと名前を覚えておいてほしいところでございますね。で続きましてファイアロー V、 こちらイラストを手掛けたのがグランブルーファンタジーの B 君のキャラクターデザインを手掛けた村山亮太さんでございます。技がかなり話題になってますよね。先行プレイヤーの最初の番で
でも使える手札を入れ替える能力を持ったファイアローでございます。ドローソースとして使うことができる炎タイプのポケモンって今までなかったような気がするんで、ザシアンメタのデッキがまたちょっと強くなるんじゃないかなっていうイメージはすごくありますね。結構サンムーンの環境だとデデンネとかカプテテフとか特定のポケモンがずっと使われてたっていうイメージがすごくあるんですけれども、剣盾になってからなんかこういうシステマチックなドローソースといいますか、サポートを補佐するようなカードっていうのが結構種類が増えてきたなっていう印象があります。続きまして水タイプのポケモンですね。ホエルコ、ホエル王はまあそうですね、まあ突筆すべきは特にないんですけれども、なんでしょうね、あのホエル王の後ろにホエルコが書かれてるっていう、一緒にこうバシャンって跳ねてる感じがなんかすごい可愛いかなとか、イラストアドはかなり強いんですけれども、そうだなぁ、まああとはホエルコとホエル王どちらもハイドロポンプを持っていまして、水エネの数だけダメージが増えるっていうね、青天井の技なので、ホエルコのうちに水エネルギーを貼っておいても特に無駄にならないっていうのは一つまあ特徴としては挙げられるかもしれないですね。で続きまして、ミジュマル、フタチマル、大剣気の3体でございます。これ面白いのが、炎の御三家は人影で、水の御三家はミジュマルっていう感じなんですけれども、草タイプは特に御三家が収録されてないんですね。こんな感じでちょっと統一感のない収録になっているのも結構珍しい方なんじゃないかなと思いますね。もともとサンムーンの頃に大剣気といいますかミジュマルのシリーズが全く収録されてなかったんで、ファンとしてはかなり嬉しい収録になったかなと思いますね。あとはイラストレーターさんの紹介でございます。フタチマルを手掛けた樋口めぐみさんなんですけれども、この方は剣盾のシリーズになってからデビューされたイラストレーターさんでございます。スターターセット V に収録されたキューコン、無限ゾーンに収録されたバオップ、そして今回のフタチマルという感じで合計3枚のカードを手掛けていらっしゃいます。ただ早速なんですけれども、海外限定イラストも手掛けておりまして、レベルクラッシュに収録された海外版のレントラーも樋口めぐみさんのイラストとなっております。あとは大研究を手掛けられた長澤慎さんは、まあ、この方はポケモンカードでもかなり多くのカードを手掛けておられますけれども、他にも漫画家としてもご活躍されている方でございます。で続きまして、ガラルヒヒダルマ V および VMAX でございますね。なんかものすごいタラコ唇が特徴的ですけれども、正直どうなんですかね、このガラルヒヒダルマが収録されるっていうのは誰か予想できた人いるんですかね。しかもこれあれですよね、 VMAX になっても特に姿形って変わってないはずですよね。まあ水タイプとか氷タイプのポケモンって結構数いるはずなんですけれども、なんでガラルヒヒダルマなのかっていうのはちょっと謎ですね。で、VMAX の大豪雪がかなり強いですね。4エネ200ダメージで、相手のベンチポケモン全員にも30ダメージと、かなり強力な技を持っております。で続きまして、カムカメとカジリガメでございますね。カムカメがかなりいい表情してますね。このイラストを手掛けたのは桐崎さんという方でございまして、メイとか魔王水、あとマリーとかエクストラバトルのアセロラとか、このあたりの SR のイラストで最近かなり露出が上がっているイラストレーターさんでございますね。で、進化系のカジリガメは秋津平さんという方がイラストを手掛けておられます。トレーナーと一緒に描かれているシリーズですね。ルリナが背景に描かれております。この秋津平さんも剣盾から登場したイラストレーターさんでございますね。スターターセット V のロコンをはじめ、現在までに8枚のカードを手掛けられております。まあ、特にバタフリーのイラストが私とっても好きで、それ以来ですね、秋津さんのイラストもファイリングしているところでございます。よいしょ、はい、こんな感じですね。仰天のボルテッカーまでに7種類、そして今回こちらに8種類目が封印されるという感じですね。あ、でもあれですよね、ロコンってあれじゃなかったっけ、ミラーのシリーズがあるんじゃなかったでしたっけ。ってことはミラーのありなしで含めると今回が9枚目っていう感じになりますかね。あとそうですね、ポケモンカード以外ですとチェインクロニクルとかでもイラストを手掛けておられまして、結構可愛らしいイラストが多いんで、もしご興味ございましたらぜひとも見ていただければと思います。で続きまして、こちらも3枚セットでいきましょうか。サシカマス、カマス城の3枚でございます。ウの技が連続ウのミサイルですね。ベンチにいるサシカマスを好きなだけトラッシュして、その枚数かける60ダメージと。そしてサシカマスは群れるという技を持ってまして、自分の山札からサシカマスをベンチに出すという能力を持っております。であとはカマス城の方は狙って串刺しですね。相手のベンチポケモンに乗っているダメ感の数かける20ダメージと、実質ダメ感の数を3倍にするような技になってますので、もうどちらかというとウよりもカマス城の方が楽しい使い方ができるかもしれないですね。まあサシカマス、カマス城をメインに添えたデッキで、ウは1枚2枚だけ投入しておいて、いざという時にサシカマスをトラッシュするみたいな使い方をすると結構いい役割をしてくれるかもしれないですね。で、ウのイラストを手掛けたのは佐久間佐之助さん。この方はデジモンカードですとかバトスピなんかでもご活躍されております。で、サシカマスのイラストを手掛けたのは有賀仁さんという方ですね。ロックマンの人ってイメージが私ありますけれども、あとはポケモンのデザインもご担当されている方で、ギルガルドとかカラマネロのデザイナーさんでございます。
で、続きまして今回の目玉ですね、ピカチュウ V とピカチュウ VMAX 雷ポケモンの紹介に移りましょう。今回ね、ピカチュウでポケ化はさらに加速するという風なキャッチコピーがついておりますけれども、ピカチュウ V の充電、山札にある雷エネルギーをピカチュウにつけるという能力を持っております。でもどうなんですかね、ピカチュウでポケ化はさらに加速すると書いている割にはエネ加速は正直この次のポケモンだと思うんですよね。こちら、ビリリ玉とマルマインでございますね。マルマインがエネエネ発電という特性を持っていまして、ベンチにいるマルマインを気絶させることで自分の山札からエネルギーを2枚持ってきて自分の雷ポケモンに好きなようにつけることができるというものでございます。まあ、マルマインと言いますとこれまでにもいろんなカードが刷られていて、その度にエネルギーを加速するような能力がいろいろついてたりするんですけれども、今回のマルマインは少しムーマージに近いような、気絶させることによってエネルギーを加速するみたいな感じになってますね。で、このイラストレーターさんにも私注目したいんですけれども、マルマインのイラストを手掛けたのがスイさんという方なんですね。このイラストレーターさん私も大好きなんですけれども、実はやりくりのチラチーノですとか、ベンチバリアのミュウですとか、あとさっき話題に出しました不思議なことづけのムーマージですとか、結構派手ではないんですけれども、こういうシステマチックに使えるポケモンのイラストを数多く手掛けていらっしゃる方でございます。お宝サーチのハーデリアなんかもスイさんのイラストですね。なので結構ね、非 GX の有料カードを探っていくとスイさんのイラストにぶち当たることっていうのは結構多いかなって私は感じております。そういった意味で今回のエネエネ発電のマルマインね、雷タイプのデッキでまた活躍してくれるんじゃないかなっていう風にちょっと期待しているところでございます。で、続きましてスナイプサンダーのサンダーでございますね。私が大好きな江川明さんのイラストでございます。エネルギーをすべてトラッシュして相手のポケモン GX ですとかポケモン V に160ダメージを与えるという能力がついております。まあ、ダメージを与える対象がバトル場でもベンチでもいいっていうのは少し使いやすいところかもしれないですね。160ダメージとちょっとだけ打点が低いんで、ギリギリデネンネが倒せるかなぐらいの調整になっている感じですね。まあ、このあたりはね、正直なところ今回収録されるグッズ望遠スコープを使うっていうところがおそらく予定されてるんじゃないかなって感じるところですね。このカードをつけてるポケモンが相手のベンチにいる V ポケとか GX ポケモンにダメージを与えるときにプラス30されるというものでございます。この望遠スコープをつけた状態でのスナイプサンダーであれば、クロバットや私らが V まで狩ることができると。まあ、私としては口と GX さえ狩られてしまうんでちょっと切ないところではございますけれどもね。で、続きましてシママとゼブライカでございますね。シママは先ほどお話ししました通り隠しモンスターボールが描かれているイラストの2つ目っていう感じですね。そして、雷タイプの最後でございます、シビシラス、シビビール、シビルドンでございます。シビシラスを今回手掛けているソウソウさん、この方のイラストはね、結構クレヨンタッチで描かれている 2D イラストでかなり特徴的なので、この方のイラストが特に好きで集めているっていうコレクターの方もいらっしゃいますね。で、シビルドンのイラストを手掛けているのが小泉哲也さん、三文環境の仲間を呼ぶクチートを手掛けたイラストレーターさんでございます。イラストの特徴としてはアニメタッチというよりはどちらかというと漫画タッチな感じ。まあ、例えばなんですけれども、この傘を差している人影ですとか、あとは雷中雷中のスペシャルアートですとか、コミックスの漫画の一コマを切り取ったようなイラストが特徴的ですね。さあ、続きまして超タイプの方行きましょう。まずフーディン V、 こちらを手掛けたのが吉田彩香さんでございます。噂のミロカロスですとかヘルガーですとか、ポケモンの質感をかなり大事に描かれるイラストレーターさんでございますね。フーディンもこれまでにはないような独特の質感を持ったイラストとして描かれております。今まで見てきたフーディンよりも少しなんかちょっと肌触りがサラサラしてそうな、そんなイメージがありますね。あと、このイラストって何かしらの技を打ってる瞬間だと思うんですけれども、どういうシーンを切り取ったものなのかすごく気になりますね。で、続きまして、ヨマワル、サマヨール、ヨノワールの3枚でございます。ヨノワールが事前公開された時に結構話題になってましたよね。ゴーストブリーチという特性を持っておりまして、お互いの場のポケモンについている特殊エネルギーの効果が全てなくなって無色エネルギー一つになってしまうと。最近ね、変わった能力を持った特殊エネルギーがかなり多く収録されておりますので、そのあたりのメタカードといった感じで収録されたんだと思います。で、さてさて、続きましてチリーンですね。今回ベイビーポケモンのリーシャンはこちらは収録されてないんですね。種ポケモンチリーンのみの収録となっております。ときめく音色はうまく使えるとかなり美味しそうですけれども、一旦使ってしまうところがちょっと怖いかなっていう感じですね。ヒットポイントが70しかないので、まあ相手にサイドを1枚取らせてサポートとポケモンを引っ張ってくるっていう動きになるんですけれども、ものすごくマリーに弱い。
このカードちょっと使いづらいかもしれないですね。で、イラストといいますか、まあ写真ですね。編みぐるみで有名な伊藤麻子さんでございます。で、続きまして、コロモリとココロモリでございますね。コロモリは先ほどご紹介したスイさんのイラストでございまして、ココロモリは姫野影丸先生のイラストでございます。いや、まあ姫丸先生相変わらず可愛いイラストを描くなっていう感じですね。今回、姫丸先生は2枚カードを手掛けていらっしゃいますので、こちらまた後ほど紹介させていただきましょう。で、続きまして、モンメンとエルフーンでございますね。エルフーンがめっちゃ可愛いですね。木村直代さんのイラストでございます。こちらの飛んできラッシュがなかなか面白い能力を持っていますね。自分の場のポケモンについているポケモンの道具を好きなだけトラッシュして、その枚数 ×40 ダメージ追加というものでございます。ダブルカセットのゲノセクトと一緒に組み合わせるとかなり強いんじゃないかなっていうイメージはありますけれども、まあ B レギュレーションのカードなんで、この2つのコンボが使えるのはちょっと期間が短いかもしれないですね。まあエクストラでの活躍を期待でございます。うまくいけばこの飛んできラッシュ1エネで300以上のダメージも見込めるようなカードっていう風に考えられますよね。まあもちろんゲノセクト GX が4体並ぶっていうかなり異常な光景を見ないといけないんですけれども、ありえない話ではないんじゃないかなと思うところでございます。で、続きましてマホミルとマホイップでございますね。マホミルを手掛けたのはもう有名人ですね、斉藤幸喜さん。ポンチョのピカチュウを手掛けた方でございます。そしてマホイップが姫野影丸先生でございます。いいですね。お花に囲まれてすごい笑顔なマホイップさんがいらっしゃいますね。特性がスイートシェアでございます。自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時に1回使える。お互いのプレイヤーはそれぞれ手札を1枚引くというものでございます。なんともおしゃれですね。自分と相手が1枚ずつカードを引けるという能力でございます。で、さてさて続きまして、トータイプいきましょう。腕力、剛力、怪力でございます。素晴らしいですね。江川明さん、今回2枚目のイラストでございます。剛力を手掛けていらっしゃいます。剛力ってさ、なんとなくやっぱ筋肉のイメージはありますけれども、ここまでさ、その筋肉じゃなくって、その筋肉の繊維まで描かれているイラストってすごい珍しくないですか？あと、この口元を見て改めて思ったんですけれども、腕力とか剛力ってなんか怪獣みたいな顔がついてるんですよね。なんか改めて剛力の魅力を感じさせてくれるような、そんなイラストに感じますね。やっぱ江川さんいい仕事するな。んで、怪力が姉崎ダイナミック先生でございますね。姉崎さんといえばやはりブラをかけたかなり勢いのあるイラストっていう感じですね。今回の怪力もね、もうイラストを見た瞬間、あ、これ姉崎さんだなって思うような、そういう姉崎さんらしいイラストに仕上がっているように感じます。で、技はですね、マッチョリベンジ、少し話題になってましたね。自分のトラッシュにあるトータイプのポケモンの枚数かける20ダメージというものでございます。今回、その先ほどご紹介した飛んできラッシュのエルフーンですとか、あとウですとか、結構特定条件でダメージが増やせるカードっていうのが他の拡張パックより少し多いようなイメージもありますね。まあおそらくそういった特別な構築をされたデッキっていうのを結構作ってほしいっていう意図があるんじゃないかなっていう風に感じますね。まあ特にカイリキーのマッチョリベンジはベンチではなくてトラッシュの方を参照するんで、こう山札をガンガン削って自分のポケモンをどんどんトラッシュに送っていくデッキみたいなのができたら結構面白いかもしれないですね。で、続きまして、ゴマゾウとドンファンでございます。そうですね。今回、お返しアタックという、自分に乗ってるダメ感の数を3倍にして返すという3倍返しの技を、ゴマゾウが持っているっていうのが少し特徴的ですね。なので、ドンファンにメモリーカプセルを持たせて、お返しアタックを打っていくみたいな。そういう使い方をすると、なかなか可愛い感じで動いてくれるカードかなっていう風に感じますね。あとはあれですね、ゴマゾウのイラストを手掛けたのが、シブゾウさんという方なんですけれども、まあ、この組み合わせも結構私は好きな感じですね。この渋蔵さんのイラストって結構他のポケモンが描かれることも多いんですよね。結構ありますね。ニャルマーなんかもデデンネのぬいぐるみがあったりしますし、まあこういったね、隠しポケモンを探すのが結構楽しいイラストレーターさんでございますね。あのプロモカードのエイパムが手に持っているものは何でしょうとかね、これ多分記憶している人なかなかいないんじゃないでしょうかね。まあそんな感じでイラストネタで結構遊べるイラストレーターさんでございます。で、続きましてこちらトレーナーと一緒に写ってるシリーズ3枚目ラストでございますね。斉藤と一緒に写っているカポエラーでございます。斉藤というと個人的にはカイリキーとかゴーリキーっていうイメージがあるんですけれども、今回カポエラーなんですね。この組み合わせはちょっと
と意外かもしれないですね。てかよくよく考えるとカイリキーの VMAX とか出ないんですね今回。なんか改めてですけれども、ガラルヒヒダルマ VMAX を出す需要って何だったんだろうってめっちゃ思いますけれどもね。なんかこうカイリキー VMAX が出るから斎藤が書けないからカポエラとかだったらなんかわかる気がするんですよ。でもカイリキーは通常版のカイリキーだし、カポエラはカポエラだし、斎藤書かれてるし、ガラルヒヒダルマ誰向けの誰宛ての需要なんですかね。うん、ちょっと困惑の極みでございます。で、続きましてモグリュウですね。今回ね、あの立体造形の森岡さんがモグリュウとスバメ2枚のカードを手掛けてらっしゃるんですよね。この樹脂粘土って結構作るの時間かかりそうなんで、だいたい1つの拡張パックに1枚っていうイメージがあったんですけれども、今回2枚収録されていて、しかもどちらも結構複雑なイメージがあるんで、このペースで作られてるの素晴らしいなっていう風に感じざるを得ないですね。で、続いてテラキオンでございます。 NC エンパイア、 NC 帝国さんのイラストでございます。前回あれですね、ルギアのイラストを手掛けていらっしゃった方でございますね。で、続きまして、ドロバンコ、バンバドロ、タタッコ、オトスパスっていう感じで続いていきますと。まあ、このあたり突筆すべきは特にないんですけれども、タタッコのイラストを手掛けていらっしゃるのが筒井美沙さんでございますね。まあ、筒井美沙さんと言いますと、私が敬愛しているイラストレーターさんでございまして、私特攻庁のアイコンも手掛けてくださったイラストレーターさんでございます。まあ、結構モフモフしたイラストが得意なイラストレーターさんなんですけれども、今回は逆につるっとした軟体動物のタタッコを手掛けられていると。結構デュエマなんかだとこういうモフモフしていないイラストも結構多いんですけれども、ポケモンになると意外と珍しいかな。そうでもないかな、どうだろう。まあいずれにせよ素晴らしいイラストであることには変わりはないですね。で、続きまして、ガラルネギがナイトでございます。ついに来ましたね、藤岡弘。誓いの槍という特性を持っております。このポケモンがベンチからバトル場に出た時に、場のポケモンについている等エネルギーを好きなだけ選んで、このポケモンに付け替えると。そして、3エネフォールスター200点ダメージ。次の自分の番、このポケモンは技が使えない。というものでございます。あれですね、ベンチに出したターンで即座にバトル場に出て、エネルギーを付け替えて一気にバンと殴るみたいな。なんとなく正義のヒーローっぽいような、そんなカードデザインになってる印象を受けますね。で、続きましてポチエナ、グラエナ、アクタイプのポケモンに行きましょう。ポチエナのイラストが結構珍しい感じになってますね。なんかあれですね、ルパンみたいな感じになってますね。後ろになんか書いてあるのもあれポチエナっぽいなんかロゴになってますね。なんかこれいいなぁ。なんていうんですかね、劇中劇みたいな。ポケモンの世界の中で放映されているポチエナを主人公にしたルパン三世みたいなアニメのオープニングで流れているシーンを切り取ったワンシーンみたいな。なんかそういうイメージがありますね。これ可愛くね？めっちゃ良くない？これいいな。イラストレーターさんの情報抜きにすると、今回の仰天のボルテッカーの中でこのイラスト一番好きですね。めっちゃ可愛い。で、このポチエナのイラストを手掛けたのが浦塚龍馬さんという方なんですけれども、この方ね、結構雑貨のデザインとかも手掛けていらっしゃる方なんですよ。なんで、なんだろうな、東急ハンズとかでもしかしたらこの人のイラスト見たことあるんじゃないかなっていうような、そういうイラストレーターさんでございます。もしご興味ございましたらね、その浦塚さんのツイッターとかでも作品の方ねチェックしてみてはいかがでしょうか。続いて闇ラミでございますね。珍しいですね、技イチャモンを持っている闇ラミでございます。相手のバトルポケモンが持っている技を一つ選んで、その技を使えなくするという能力でございます。まあね、こういう能力がポケモンの入れ替えに弱いっていうのはまあご愛嬌ですね。で、続いてドラピオン V でございますね。いいですね、かっちょいいですね。まあ、3DCG のイラストって言いますと5番グラフィックスとかアーキー CG ワークスとかプラネッタさんとか、まあ、そのあたりをイメージしがちだと思うんですけれども、この方は個人でやられている方でございますね。エースケヨシノブさん、ガンダムのイラストなんかでも結構有名な方でございます。まあ、そう言われてみるとドラピオン V がだんだんちょっとガンダム感が出てくるような気がせんでもないですね。こう 3DCG で作ったイラストに一番最後にブラーでバーンと勢いをつけるところ、なんかなかなかいい感じですね。ガンダムのパッケージイラストを連想するような、そんな仕上がりになっております。で、続いてメグロコ、ワルビル、ワルビアルでございますね。このあたりはそうですね、ワルビル、ワルビアルはそれぞれソウソウさんとフセリュータさん、すでにご紹介済みでございます。メグロコを手掛けたのが小林パニさんでございます。この方がタッグオールスターズでデビューされたイラストレーターさんでございまして、なんと今回が2枚目でございます。素晴らしい。
小林パニさんって言いますと、前回門面を手掛けた方なんですね。で、まあ門面エルフーンって私も結構好きなんで、このイラストレーターさん次何か描くのかなと思ってずっと待ってたんですけれども、約1年越しでようやく2枚目が収録されましたね。今後の活躍を楽しみにしています。で、アクタイプ最後でございます。ヤブクロンダストダス。ヤブクロンのイラストを手掛けたのが梅本京子さんなんですけれども、この方あれですね、そのヤブクロンドガースとアクタイプのポケモンを描いた時にちょっと公式絵に寄りがちなイメージがありますね。まあでもその割にはこの前のダグトリオみたいにちょっとハメは外すこともありますし、あとね、確かナックラーかな、あの過去に飛行機飛ばしてたこともあったはずなんですよ。で、ハスノさんのダストダス、ダストサイクロンという技がありますけれども、こちらが自分のトラッシュにあるポケモンの道具をすべて相手に見せて、その枚数 ×30 ダメージ、そしてポケモンの道具をすべて山札に戻すという能力を持っております。これあれですね、エルフーンと一緒に組み合わせられるんじゃない？お互い一進化ポケモンということで、進化濃厚とかも普通に4枚出しできそうな感じですね。なんかこの2体をコンビにして、あと1枚ですね、ポケモンの道具をうまく引っ張ってくれるようなカードがあれば、なんか面白い動きができそうな気がせんでもないですね。まあでもやっぱそうか、打点がちょっと低いから、そのあたりをどうにか解決したいところですね。超タイプとアークタイプだったらちょっと弱点差し切れないですよね。あと、トータイプとかいたらかなり良かったんだけどな。このあたりね、あのポケモンの道具をうまく参照するトータイプのポケモンとか、思いついたものがあればちょっと教えていただければと思います。で、鋼タイプでございますね。来ましたよ。ガラルニャースとガラルニャイキング。ガラルニャイキングがいいですよね。踏んだくろ、コインを3枚投げて、表が出た数だけ、相手の手札からトレーナーズをトラッシュさせると。いや、素晴らしいですね。私、このカードめっちゃ使いたい。もう今回、本当にやりたいのが、ガラルニャイキングと、天狗の替え玉のダーテング。この2体に、クチート GX を組み合わせて、もう完全に相手の動きを封じるっていう、草鋼のコントロールデッキっていうのをめっちゃ作ってみたいんですよね。もうそれを作るためにね、今から考察がはかどるなっていう感じなんですけれども、ただダーテングがね、2進化なんだよな。ここをどうやって作っていくかね。もう最近特に思うんですけれども、ハイパーボールがなくなってから2進化ポケモンちょっと扱い難しくないですかね。まだ不思議な飴はありますけれども、メタモンももうそろそろ使えなくなるじゃないですか。1進化までだったら結構まだ適用できる感じなんですけれども、2進化のポケモンって最近使いづらいよなと思ってね、そろそろ進化ポケモンにも救済が欲しいなって正直思うところでございます。まあ、とはいえですね、今回のガラルニャイキング、私はかなり好きですよ。ニャースもね、正直なところ今回のニャースはどうなんって思っちゃうんですけれども、これはね、進化のおたけびのギャラルニャース、イラスト筒井美沙さんが手掛けたやつなんですけれども、自分の番に自分の手札から1枚トラッシュして、山札からガラルニャイキングを引っ張ってくるっていう能力とついてるんで、このガラルニャースと今回のガラルニャイキング組み合わせるとかなり強いんじゃないかなと思うところでございます。で、打点が出せるかどうかがちょっと怖いんですけれども、まあそのあたりは鋼の精神のガラルニャイキングを挟んでおくっていうのも一つありかもしれないですね。で、あ、そうですね。すいません。先ほどモグリューズ紹介しましたけれども、そちらの進化系がこちらドリューズでございますね。どうよ、やっぱりさ、このカエリキーもドリューズもそうだけどさ、あー、姉崎さんだわって一瞬でわからない。で、続きまして、兵庫之助さんのテッシードと田中美希さんのナットレイでございますね。なんかこの二人のイラストって若干テイストが似てるんで、このテッシードとナットレイ並べるとなかなかおしゃれですね。で、ブンブンスイングというナットレイの技、これ結構おしゃれだと思います。鋼エネルギーがついてる数だけ30ダメージ与えて、その後、ナットレイがベンチに戻るという能力でございますね。これおしゃれじゃない？結構なんか使ってみたい能力になってますね。あれですよね、鋼ポケモンなんでメタルソーサーにも対応してるし、ベンチにいる状態でエネルギーをバン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 つけていって、で、ポケモン入れ替えかなんかで一回バトル場に出て、ブンブンスイングっつって、バコーンって殴った後でベンチに戻っていくみたいな。いいですね。なかなかおしゃれな動きができそうなポケモンでございます。で、続きまして、ギルガルド V と VMAX でございます。これもあれですよね。大斬撃のギルガルドでございますけれども、なんかポーズが可愛いですよね、VMAX ね。えへんっていう感じで、こう、えへんってなってますけれども。大斬撃、160ダメージプラス、自分がすでに取ったサイドの枚数 ×30 ダメージでございますね。もともとサイドが取れてる時点で、こっちの方が優位なわけじゃないですか。優位に立っている状態で、あえてギルガルド VMAX を用意するぐらいだったら、もうその優位に立っている状態で、そのまま優位を貫いていけばいいと思うんですよね。なので、そういう意味では、ちょっと使いどころが難しいカードかなっ
ていうのはやっぱ感じざるを得ないですね。まあ、例えばなんですけど、ギルガルド V でベンチをさせて、それでなんかヒットポイントの低いポケモンを処理した後でギルガルド VMAX でさらに追い打ちをかけていくみたいな、なんかそういうデザインにしてくれたらもうちょっと使いやすかったんじゃないかなとは思いますね。まあちょっとそのあたりは残念味が強いっていう感じのギルガルドさんでございます。ただ VMAX はえっへんってしてますね。これは可愛いと思う。で続きましてジュラルドン来ました。カワヨウさんでございます。おー見てくれ、これがカワヨウさんだ。いいですね。今回もレアカードを手掛けていらっしゃいます川口洋平さん、カワヨウさんのジュラルドンでございます。可愛い、やばい、めっちゃ可愛い。どうしようジュラルドンね、鋼タイプのポケモンもう川陽さんが手掛けてくれたよ。いや素晴らしいですね。いやいいですね。怒りの爪にえね20ダメージプラスダメ感が乗ってる数かける10ダメージ追加ですね。でパワーブラスト3えね120ダメージ、自分についてるエネルギーを1個選んでトラッシュするですね。使いどころはどうなんだろうな、あるのかな、ちょっと思いつきはしませんが、まあ可愛きれいいんだよね。はい、というわけでジュラルドンさんでございました。かわいい、やばい、かわよさんかわいいぞ今回も。で最後ノーマルタイプでございますね。EV 手掛けたのがリ・ヒョンジョンさんという方でございます。この方はね、あのゲイフリーの中の人でございまして、ポカブとかメブキジカのデザインをご担当された方でございます。でポケモンカードのイラストにはちょっと久しぶりに復帰されたっていう方でございまして、ダイヤモンドパールの頃のポケモンカードまでを手掛けていて、で無限ゾーンのプクリンで久しぶりに復帰されたみたいな、そういうイラストレーターさんでございます。なので剣盾シリーズになってから2枚目のカードでございますね。で続いてカビゴンですね。特性食いだめがポケモンカードの公式チャンネルで先行公開されたカードでございます。このポケモンがバトル場にいるなら自分の番に1回使えて、使ったなら自分の番は OR、 自分の手札が7枚になるように山札を引くでございます。いいですね。ドローソースになるカビゴンっていう感じなんですけれども、問題はバトル場にいないと使えないんですよね、このカビゴン。これなぁ、ベンチから使えるんだったら強かったんだけどなぁ。まあそれはそれで強すぎるかもしれないですけれども、まあともあれカビゴンがついにねドローソースとして使えるような、そんな時代になりましたという感じでございます。でイラストを手掛けたのが西田敦子さんでございます。元ゲーフリの方でございまして、初代御三家とかピカチュウのデザインをされた方でございます。で、ノーマルタイプ残り5体はまとめて紹介させていただきましょう。スバメ、オオスバメ、ゴニョニョ、ドゴーム、バクオング、以上の5枚でございます。この中でゴニョニョを担当されたのが松野千佳さんでございますね。この方は無限ゾーンでポケモンカードにデビューされたイラストレーターさんでございます。今回2枚目のカードの収録になりました。おめでとうございます。でまあ、ただですね、反逆クラッシュのポケモンセンター限定セット飛翔オリーブのデッキシールドですとかデッキケースをご担当された方でございまして、あとゲンガー&ミミキュ GX のエピソード漫画なんかも手掛けた方でございます。まあそういったところでポケモンカードはまだ2枚目なんですけれども、実はポケモンには昨年から少しずつ携わっていたというそういう方でございます。さてじゃあまあそんな感じでかなり時間も経っちゃいましたんで、あとはトレーナーズとエネルギーですね、こんな感じですっていう感じでささっと見ていきましょうかね。ドローンロトム、こちらが相手の手札と相手の山札の一番上をそれぞれ見ることができるというものでございます。見るだけなんでね、その後の戦略をどう組んでいくかっていうところは悩ましいところなんですけれども、ポケモンって結構ドローソースが優秀じゃないですか。このターンに相手が何を持ってるかっていうのは次のターンにはまた変わってる可能性の方がでかいんですよね。どうやって使ったらいいのかちょっとイメージつかないんですけれども、逆に使いこなせる人ってめっちゃ強そうなイメージありませんか。で、グッズ最後メモリーカプセルでございます。これはあれですね、チャメッケピクシーと人形変化のピッピを使ったメモリーカプセルのコンボっていうのが考え出されてましたね。ピッピからピクシーに進化させて、相手のバトルポケモンについてるエネルギーを山札の上に戻して、でメモリーカプセルをつけた状態で進化前のピッピが持っている人形変化を使いますと。そうするとピッピもピクシーもつけてるエネルギーもメモリーカプセルも全部手札に戻ってきて、人形変化のピッピが2体以上いればこれを毎ターン繰り返すことができると、そういうロックデッキが完成してしまうというものでございますね。ピクシーがなんと進化ポケモンなんでトリプル加速エネルギーにも対応していると。しかもつけた番の終わりにトラッシュする前に手札に戻ってくるんで、正直このコンボめちゃくちゃ強いと私は思います。なんしかね、エネルギーはトラッシュさせるんじゃなくて山札の一番上に戻すっていうのが一番強いんですよ。まあ私の持論なんですけれども、そうさせることで相手の次の山札のトップをロックさせることができるじゃないですか。相手の手札からサポート
がなくなってみなさいよ。もう完全に盤面ロックが完成してしまうと。まあさすがにちょっと必要なカードの枚数が多すぎるなとは自分でも思いますけれども、でもこのあたりね、うまく組み合わせたロックデッキ、いやー作ってみたいなーってめっちゃワクワクしてます。はい、といったところでちょっとラストが駆け足になってしまって申し訳なかったんですけれども、今回は仰天のボルテッカーのカードリストをもとに診断の見どころをそれぞれ紹介させていただきました。この動画が面白かったよっていう方はぜひともグッドボタンとかコメントいただけますと幸いでございます。で、冒頭お話ししました通り、仰天のボルテッカーの開封動画も動画の方お見逃しがないようにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。またね。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではポケモンカードの開封動画や紹介動画などイラストアート勢の視点でお送りしております。よろしければチャンネル登録や評価コメントなどいただけますととても励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。すべてのカードに価値を。特攻長でした。